はい、こんばんは、タカです。昨日の夜に起こったドル売りの流れ、これがそのまま反転していくのか、それとも単なる押し目になってくるのか、このあたりを今日は見ていきたかったんですけども、今のところはまだ結果が出ていません。このあたりをチャートから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足のチャートになります。見ていくポイントはここ数日もずっと同じ場所ですね。こういった下落のトレンドを見ていたんですけども、波の反転が起こるのかどうか。ここには大きな持ち合い、戻り高値があります。この戻り高値を抜けていくのかどうかを今は見ています。これも短期足は抜けているんですけども、例えば昨日の値動き、日足が閉じるまでには下の方に戻されています。日足の終値がまだブレイクしていないということになります。これはこの場面も同じこと。この赤枠は8月の高値安値。短期足は下の方に抜けているんですけども、日足が閉じるまでには戻されています。日足の実体部分で見ていけば、これはサポートされている。同じような動きが2回続いていますので、ブレイクを見ていくためには最低でも日足のブレイクは確認したいところです。そうなると、この戻り高値をブレイクできるかどうかというのを確認できるのは少し時間がかかることにもなります。例えば今この押しをうまく拾えたとして反発の流れが生まれたとします。ただ日足のブレイクを確認していかないといけないということはそれなりに時間がかかりますんで、抜けを期待してしまうと少ししんどいかもわかりません。このあたりで一旦利食いをするのも一つの作戦かなとは思います。そのまま抜けてしまえばそれはそれですね。この後の展開を再度見ていけばいいと思いますんで、まずはこの戻り高値、日足でのブレイクを確認できるまでは、この波の天井圏として相場の方を意識していくことになると思います。今のところはこの波の急降下、こういった動きはあまり想定はしていません。理由はやっぱり買いが強いこと。今までは下落の流れが出ていたんですよね。そのままの流れが続くのであればこの辺りで戻り売りが入ってもおかしくなかったわけですけども、現状はこの高値を試す動きにつながっている。日足の下のサポートも合わせて考えれば買いの勢いというのはそれなりに強いと判断できます。当然ここは戻り売りも強い場所なので、ブルとベアが攻防する、どこかでサポートされて持ち合いに移行していくんではないかなというのが今のところのメインシナリオなんですけども、ただ直近の値動きはまだサポートが見えませんよね。まずはサポートを見つけていきたい。ドル買いの流れを見ていくためにはまずはそこからですね。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日までの値動きに比べてとてもボラがないのがわかるかと思います。例えばポンドなんかはね、ここ3日間の動きに比べれば買われているわけですけども、この動き、このボラで、では反発を見ていけるのか、買われていると言えるのかというと、ちょっと微妙なところもあります。むしろこれはね、今日に関してはまだ動きが出ていない、夜に向けてこれからという感じがしますね。ただしね、日足のチャートを見たりすると、少し戻りが大きい通貨もあるようです。そのあたり、今度は個別で見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足に日足を重ねています。まあ、ドル円はあまり解説することもないんですよね。もう日足のレンジがずっと続いていますし、仮にこのレンジから抜けたとしても、高安どちらも抜けていない環境もあります。この高安どちらか抜けたとしてもさらにその外には高安があります。さらに言ってしまえばこの高安を抜けたとしても7月の下落の高安がまだ残っていたりもします。環境が完全にレンジ相場、上位足の助けというのが全く期待できないんですよね。例えばこのレンジから上に抜けたとして、これがトレンドになるのかどうか。なるかもわからないですし、騙しになるかもわからない。伸びたとしてもすぐ目の前には壁があります。こういったチャートを見ていくのってやっぱりとても難しいと思います。上位足に方向感が出てくるまで、こういった高安を抜けてくるまではもう完全にこれは様子見でいいと思います。はい、こちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。昨日陽線になったことでここにサポートがあるのがはっきりわかりました。そして今日の日足は昨日の日足の高値を更新しています。その前の陰線の高値も更新していますので、少しずつですけども、この波の底というのが見えてきましたね。ただこの底から抜け出す動きになるのかどうかというのはまだわかりません。例えば前回この波の底は1週間ぐらいこの動き試しているんですよね。今回も今はこのサポートが抜けるのか、それともサポートされるのか、そういった攻防が起こる場所になりますんで、そう簡単にまたこの高値を試すような動きにつながるとも思えないんですよね。直近はとても強いので、今すぐバチンとショートを狙っていく必要もないと思いますけども、どこかで頭の重い場所というのは出てくるんじゃないかなと。この後は底根圏を作ってくるんではないかなと思っています。引き続き見ているポイントはこの下のサポート、上はここの壁ですね。
直近の動きはこの下のサポートを試す動きになっていますので、まずはここを抜けるかどうかの決着を見ていきたいです。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。4時間足で見ていくと強い戻りというのが見られますけども、この戻り実は4時間足のまだ戻り高値は抜けていないんですよね。それだけ前回のこの下落というのが強い下落だった。日足では高値を更新するような形になっていますので、簡単にショートを打てるような形ではありませんけども、ただ日足はまだ閉じていませんし、4時間足の戻り高値もまだ抜けていません。目の前の壁にも迫ってきているということで、一旦はここからの反転の流れ、もしくはこの高値圏でのレンジ相場ですね、そういった流れを見ていきたいなと思っています。すぐに反転の流れが出てくれば、まあ、これはいいんですけども、仮にここで持ち合いを作った場合はこの持ち合いからの上離れは気をつけたいですね。目の前の壁に向かって足場を作っていることになりますので、これ上に抜けてしまった場合はこの辺りのショートの買い戻しが一気に起こるかもわかりません。今のところはまだまだね、戻り売りもしっかり見ていきたいところではありますけども、この辺りはブルベアの分岐点としてしっかり見ていきたいなと思っています。はい、こちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。ユーロドルと同じようなチャートなんですけども、ユーロドルに比べると今日は戻りは少し鈍いかなといった感じはしますね。それだけ今日は円が強いのかなとも思いますけども、まあ、この程度の動きではいまいちはっきりしませんね。見ていきたいのはこのサポートされた動き、そして日足の高値は頭を抑えられているということ。今回はここサポートされていますけども、1回で反転の流れが出てくるというのはあまり考えていません。反発するにしても2回3回この安値を試すような動きというのは出てくるんではないかなと。もちろんこれは割るかもわかりませんし、それはこの辺りの攻防の結果を見ていきたいなと思っています。ただ今はね、結構反発が強いんですよね。前回もここで持ち合った形跡があります。今回もこれ反発していますんで、もしかしたらこの辺りでレンジを作ってしまうのかもわかりません。こういったところも見ようによってはレンジに見えますよね。この辺りで持ち合いを作ってしまうと少しやりづらさというのはありますね。抜けてしまっても目の前にはまだ壁があることになりますんで、ユーロドルに比べると値動きに慎重にならないといけない場面というのが出てくるかもわかりませんね。ただ今はユーロドルと同じような見方をしています。下を試すような動きが昨日出ましたんで、継続してこの下を試す動きを今は見ています。はい、こちらがポンドドル1時間足に日足を重ねています。ポンドドルは安値を更新していますので、今見ている波はこの下落の流れ、戻ればどこかで売りという流れになってくるんですけども、今日の日足、まあ、大した動きはしていませんけども、それでも昨日の高値は更新しています。このじわじわでも反発する流れ、気をつけていきたいのが週足のサポート。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足のサポートはここになるんですよね。 1.30 のミドルあたり、もうすぐ目の前なんですけども、今日明日でこのあたりに引けてしまうような形になると、週足は下に抜けていないといった形にもなってきます。週足がサポートされたという結果が出てくれば、これは下限をバックにロングの流れが出てきてもおかしくはありません。日足で見た場合はまだ下落トレンドというのが強く出ていましたけども、昨日は安値を更新止めています。そして今日は昨日の日足を高値抜けてきてもいます。大きな動きになっているわけではないですけども、徐々に底堅さというのが出てきていますんで、この週足のサポートを意識されてしまうと、これは反転の流れが強く出てくるかもわかりません。ここは少し注意は必要かなと思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。4時間足で見ても一方的な下落の流れというのが見えますんで、多少戻りが入ったとしてもこの波が崩れるということにはまだまだならないですね。なので、まあ、基本的には戻り売りを狙っていってもいい場面、高値をなかなか抜けないといった動きがもし出てくればね、そういったところからのショートというのは機能することはあると思います。ただ懸念材料が先ほども言った週足のサポート 1.30 のミドルあたりですね。このあたりが週足のサポートになってきます。明日の終値がこの辺りを超えてくるような形になれば、これはサポートされたということにもなってきて、反発の流れというのが強く出てくるかもわかりません。4時間足の波だけを見ていけばこれは戻り売りの場面、チャンスがあればそこはどんどん行ってもいいと思いますけども、この反発の流れには本当に注意は必要だと思います。はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。まあ似たようなチャートなんですけどね、押し安値を割っている今はこの下落の流れを見ています。昨日の日足が下落の流れを一旦は止めていますけども、まだ高値は切り下げていますんでね、この流れの継続は見ています。ただこれもポンドドルと同じで、週足のサポートを意識すると少し景色が変わってきます。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足のサポートがこの138円あたりにあります。
もうすぐ目の前ですよね。明日までにこの流れがキープされてしまうと、これは週足がサポートされたということにもなってしまいます。そういった結果が出てくれば、これはサポートされたことを根拠に買いの流れというのが強く出てくるかもわかりません。現状短期足を見ていけば、まだまだ下落の流れ、戻り売りを狙っていくような場面でもあると思います。僕自身もそういった目線では見てはいますけども、例えば短期足の高値を更新するような流れに歯向かうような形はなるべくなら避けたいですね。売りは狙っていくんですけども、この日足のサポートは十分に意識をしながらということになります。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドルドルはまだチャート崩れていません。この上昇トレンドは高値を抜けてきている流れ、この押し安値終わらない限りはどこかで押し目買いといった流れは今も見ています。ただこの押し目買い、この辺りは買いが失敗しているようにも見えます。今回また買われましたけども、抜ける動きにはつながっていないので、まだ結果は出ていないということにはなりますね。ざっくりこの辺りを底値圏と考えれば、この 0.73 を超えてくるような展開になってくれば、これは波の反転を見ていくような形にもなってくると思います。ただこれを超えることができなくて再度押し込むような展開になってしまうと、またもやこれは買いが失敗したような形にもなってしまいます。もし押し安値割ってしまうような形になればね、これは強い下落の流れになってくるかもわかりません。注意したいのはこのボラなんですよね。100ピプスぐらいありますけども、もうレンジが完全に出来上がっていますので、この中でどういった動きをしても不思議はないんですよね。結局は抜けるか抜けないかを見ていかないといけないので、すごいボラの大きい中でね、そういった判断をしていくというのはリスクもそれなりに大きくなってきます。ボラが大きいということで、目の前の動きに振り回されないように、波の反転を見ていくにしても、この高値からの下落の流れを見ていくにしても、この高安しっかり抜けを確認したいところではあると思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。先ほども見たように、この 0.73 ここを超えてくるかどうかというのが一つのポイントかなとは思っています。前回もここで持ち合い作っているんですけども、これは超えることができなかった。この波の結果が出るのにだいたい3日間ぐらいかかってるんですよね。今回も同じような期間はかかってくるかもわかりません。あまりすぐに結果が出るような波のイメージは持たない方がいいかなとも思います。この 0.73 チャートを見てもそれなりに高い壁のようにも見えます。抜くためにはそれなりの形、時間というのが必要になってきます。突然抜けるような場面というのがもしかしたらあったりもするかもわかりませんけども、こういった足場はしっかり確認はしていきたいですね。はい、こちら5ドル円1時間足に日足を重ねています。チャートの形は5ドルドルと本当によく似ています。この上昇トレンドを見ていますけども、これをトレンドというのは高値を抜けてきている流れ、押し安値を割らなければどこかで押し目買いを狙っていきたい、こういった環境ではあるんですよね。こういった展開の中で、押し目買いが入っている形跡というのがこの辺りに見えてきます。5ドルでも見ていきましたけども、この辺りを底値圏と考えれば、この枠から抜けてくるような流れになってくれば、これは波の反転を見ていくことができるかもわかりません。この77円のミドルあたりは、重要な攻防ラインにはなってきそうです。ただこれも5ドルと同じなんですけども、この底値圏での値動きのボラがとても大きいです。この中の値動きというのはどういった値動きになっても不思議はないんですよね。例えばもう一度下を試してもおかしくはないですし、試してからの上抜けの流れが出てきてもおかしくはないです。ボラが大きいとそれだけ目の前の動きに振り回されてしまいますんで、しっかりバックは決めてからエントリーはしていきたいですね。はい、最後にもう一度ドルの動きを見て終わりたいと思います。まあ、現在でも安値を更新している流れ、この流れが出ているうちはね、無理にドルを買っていく必要というのはないと思います。今大事なのはどこがサポートになるかを確認すること。可能性としてはもちろんここからの反転の流れが急に出てきてもおかしくはないわけですから、反転を予測してバチンとロングをエントリーしていく必要はないかなと思います。ただ今はあまりそういった動きは想定していなくて、この戻り高値の攻防というのがしばらくは続くんではないかなと思っています。このあたりね、どこかでサポートは出てくると思うんですよね。まずはそのサポートを見つけていきたい。あとは個別のチャートで見た場合に、週足を意識するとだいぶ景色が変わってきます。週足は明日閉じますんでね、この週足の閉じる場所というのも意識をしながら、相場の方は見ていきたいなと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画で詳しく話をしていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは今夜も頑張っていきましょう。